どん屋さんこんばんは。今回も渦巻きボルトを使って、ネットワークバトルやっていきたいと思います。対戦相手は内葉マダラ。さあ今回はねちょっと扇とかもいろいろ使っていけたらいいなと思ってるんですけど、ボルトまで最後でいきたいですね。前回はちょっとサスケを使っちゃったんで、はい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 、いや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 、やりますね。できちゃ、あーしくったしくった。ガードブレイク、ガードブレイク、はい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 、ガードブレイク、ガードブレイク、よし。あーチャクラが足りないんだよな。チャクラを貯めて、オッケー。ちょっと保険に豪華球打っといたんだけど、しくった。いやっ、あいつ、なんくそ、変わり身のね、たまるタイミングっていうのが、ちょっと、連続攻撃とか、なんていうんですかね、こう、連続で変わり身を出すと、やらかした。見えん。くそ、こいつ、めっちゃガード使ってくるな。俺、ガード使えないんですよね。ガード使おうとすると、どうしても他が。はい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 、はい、お相手変わり身やらかしてんな。使いすぎかい。チャクラを貯めさせてくれ。やばい、覚醒する。あーダーリー、くそ、螺旋丸打ちて、あーだるい、くそ覚醒するとなんかこうタフネスってあれだな、出しちゃいけないな、他のゲームの名前。やべえ、死ぬ。くっそ、当たれ。当たった。螺旋丸いいっすね。これ映画館で見たときはすっげえ感動、感激っていうか。いくぞ。さあこのままちょっと残ったスタミナを十分にフルに使って、あれ当たんねえよこれは。やっべえ、やらかし。当たってるかこれ。はいはいはい、多分使ってくるな。ほら仮身を使っ、あーい、2本目速攻で取られちゃったな。もうちょっと粘りたかったんだけど。チャクラダッシュ、よし、このチャクラダッシュのここ、あー仮にか。チャクラをはめて、いいですね。あれ、螺旋丸って、ちょっと待って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 、俺を使ってみせろ。チャクラダッシュをやりにくくないですか、三角ボタンとバツボタンって。やってる人に聞きたいんですけど、ボタン配置とか変えてるんですかね。いやー、超マッチく、今の当たるのはない。いやー、一気に持ってかれたな。はい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 、いいぞ、相手変わり見ない、いける、このまま押し切る、オッケー、はい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 、よし、いける、いけ、よし。やっぱりこのゲーム変わり身の使いどころですね。いや、なかなかボルト使いやすいんですよね。というわけで、今回はなかなか白熱した戦いだったんじゃないでしょうか。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。